こんにちは、猫と時の時です。今日はね、ドローンの許可証を持ってるんだけど、3ヶ月に一度報告しないといけないんだ。そのやり方だね。では行くよ。まずはね、報告書を作成しないといけないんだ。それで国土交通省のホームページにひな形があるので、それをダウンロードしに行くんだ。ここだよ。記載例とかもあるんで、これもダウンロードしているといいよ。じゃあ行くよ。これが今回の3ヶ月目の報告書。今回は飛行実績なしだったので、下の2つの項目は飛行実績なしと記載したよ。まあ僕はお金なしだけどね。で、あとの日時とかは許可承認書を参考にしているよ。みんなも参考にしてね。で、これがもし飛行実績があった場合の飛行の日時などの記載例さ、こんな感じに書くといいと思うよ。で、あと飛行場所の地図、これも添付しないといけないんだ。これは Google でコピーしたのさ。で、次に DIPS で申請するんだよ。こうやって Google で検索するんだね、 Google さん、 YouTube さん。ドローン情報基盤システムを選択。そしていつものログインさ、入っちゃいなよ。 You 入っちゃいなよ。あかん。で、ずっと下に行って飛行実績の報告をクリックするのさ。ドキドキだぜ。そしたら団体名と自分の名前はもう勝手に入ってるよ。で、報告の種類、今回は3ヶ月後の実績報告なんで、ここにチェックを入れるのさ。そして前にこさえた対象の許可番号を選択するのさ。ここ大事だよ。そして忘れずに追加も押してね。今度は先ほどこさえた報告書をアップロードするんだ。あげあげだね、みんな。あと飛行実績がある場合、日時と地図も忘れずにアップロードしろよ。おバカって言われるぞ。で、右下の報告をクリッククリック。最後に OK で終了だお。まあ僕の人生も終了してるけどね。お疲れ様でした。じゃあトキちゃん、ドローンするね。